コンスタニエビツァナクルキ、またはコンスタニエブツァオブクルキは、スロベニアの都市及び、それを中心とした基礎自治体で伝統的にドレンスカ地方に含まれる。今日では、スポドニエポサブスカ地域に含まれている。町は、ゴリアンツヨカの北陸に位置し、クロアチアとの国境に近く、町全体は、クルカ川の中島で、テカルニオラのベネツヤとして、 スロベニアでは推奨されている。町は文化的、歴史的遺産として保護されている。コンスタニエブザはこの地域では一番古い歴史がある。町で13世紀初めきる運転公国のクンシュベルンハートフォン・シュパンハイムによってカルニオラ編境博に首都会のフォンス・ザンクタ・マリア修道院が設立され、アクレーア総大司教やメラニア公国に対抗した。コンスタニビザの集落が 初めて言及されたのは1210人の中世、ドイツと司法で、市場長としての権利を1249年に受けている。中世後期、ハプスブルク家のオーストリア大公国により保持され、カルニオラ公国の重要な公益の中心となった。オスマン帝国のヨーロッパへの侵入により15世紀と16世紀に幾度か侵害されている。17世紀には、集落は、 ほとんどが廃墟となったが、町の地位は維持された。2000年に、スロベニア会により、市としての地位が認められた。1945年にクラコボの森で、大量殺戮が行われた。スロベニアの隠された、集団墓地委員会は、第二次世界大戦時のスロベニアバルチザンの犠牲者の集団墓地を発見している。ありがとうございます。